はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。最近不人気技シリーズをね、いろいろやってきてるんだけど、たまには息抜きもしたいので、かけるくん4人でやっていきます。ディメンションブレイクのすごいところってあれだよね、攻めにも使えるし守りにも使えるっていうのがいいところです。で、今回ちょっとそれをね、みんなに伝えたくて動画にしてます。ほんとね、めっちゃすごいのがあるの、ちょっと見せれたらいいな。まあ、今回の試合は相手がソニックレボリューション持ってないんで、速攻でやってきます。OK、 やった。はい、強化弾を。そんな端っこにいたらね、あー今撃たなくてよかったのに。オッケー、こんな感じでいいでしょう。はい、そろそろ夏でございますね。俺夏がめちゃめちゃ大好きで、海もあるし祭りもあるし、夏の歌とか夏の気温とかも好きなんだよね。もう毎年なんか言ってると思うけど、夏になるとテンション上がります。シャンプルはなんか夏苦手な人にとってはね、申し訳ないけどね。あ、ちょっと遅いよ、そのディメンションブレイク。まあ、そりゃ発動しないわな。 OK、 やった。さあ、ちょっとね、取ってほしいな、ここにあるやつ。誰か取って。ちょっとね、相手にソニックレボリューションを打ってもらいたいの。わかる？取って取って。ああ違う、それじゃねえ。それしょうがないな。じゃあおびき寄せてあげるよ。ほら来い来い来い。取れ取れ取れ。よし、取ってくれた。で、まあ、まあ後ろからね追ってくるんですけど、こうやって。あら、普通に打ってきましたね。違うんだよな、ソニックレボリューション打ってこいよ。ということで 4P のかけるくんはそのまま抱えてきましたね。OK、 さあかけるくん来い、こっち来い。さあこっちに来い来い。さあおびき寄せます。少し、え、どこ行った？お、二人とも持ってますね、ソニレボ。行きましょうか。じゃあある程度削って、ねえ、まあこういうこともできるんですよというね、見せしめをしてあげました。はい、じゃあね、みんなにも見せたいと思います、ソニックレボリューションの凄さ。で、ディメンションブレイクを打ちます。ディメンションブレイクガード、はっはっは、こういうことです。相手がソニックレボリューションを打ってきても、ディメンションブレイクで防ぐという鉄壁の守り。しかもダメージが高いんで、返り討ちにできるという。
これがね、攻めにも使える、守りにも使える、ディメンションブレイクの最強の一つでございます。あと、硬直がね、めちゃくちゃ短いっていうのもあるし。たまらんね、ディメンションブレイク。あと、名前好き。はい、オッケー。まぁ、ちょっと残ると思うけど。まぁ、いいでしょう。オッケー。バックダンで、ワダス。おらしていく。どうしようかな。あ、この子でいいや。この子からやってみましょう。あー、飛びパッチン決まらんかった。あー、惜しい。あ、これはアイスパッチンガーで。はい、叩いて叩いて叩いてディメンションブレイク、この野郎って感じで。はい、これがね、攻めにも使える、守りにも使えるディメンションブレイクでございます。皆さんもちょっと使ってみてください。ディメンションブレイク楽しいよ。あと2回当たるのも楽しいからね。まあ本当に時と場合によるけど、まあ使ってみてください。かけるくん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。